アロハアローハー。雑談ラジオだったりショーツを見ていただいている方は知ってくれてる方もいると思うんですけど、先日ね一緒にハワイへ行ってきました。ました。今日からちょっと数回に分けてハワイ Vlog をお送りしていけたらいいなと思っていて、今日は出発日とハワイに着いた初日の様子をまとめていけたらなって思ってます。めっちゃ撮ったよね、素材撮ったね。なんかなんだかんだでさ500本近く、まあちっちゃいちょこちょこっていうのもあるけど、ちょっとびっくりしたね。びっくりした。これは大変だ、編集が。すっごい楽しかったからちゃんとまとめていきたいねっていう話になって、今 Vlog 作ってます。今回の旅の経緯をまず紹介説明していきたいんだけど、実は今回のね旅っていうのは私の家族の家族旅行だったんだよね、もともとはね。そう、もともとは、で計画を始めた時にそのうちの両親がこの恋人さんも家族の一員として参加しないっていう風に誘ってくれて、この旅が実現したっていう流れなんだよね。いや本当にありがとうございます。一緒に行けてよかった、すっごい楽しかったね。なんか緊張もねちょっとしてたんだけど、まずハワイに行けるともすごい嬉しかったし、そうやって呼んでくれるのが本当に嬉しくて、いやさ、もともと結構ハワイの文化だったり好きじゃない？アロハシャツも結構持ってるし、そうそう、ウクレレとかも趣味でやってるしね。ただね行ったことないっていう、なんかボカサーファーみたいな、ボカサーファーでやってるのかな、なんかにわかそう。あ、着いたね。着いた着いた話してる間にね、日本の夜8時出発、向こうの朝8時到着みたいな感じだったね。ぐらいの感じだったね。ちょっと着いた後ね、天気が曇ってたんですけど、ね、なんかちょっとハワイっぽくないねなんて言いつつ、でチェックインまでね時間があったので、このね今来たピンクバスっていう、違う、ピンクラインっていう、あの市内を回ってるバスに乗って、お昼とね、あと食料の買い出しに行きました。でこの人、そう、みんな見て見て見て、ってなるじゃん。絡まれてる絡まれてる、で何かと思ったらこれがピンクラインっていうバスで、恋人がピンクの T シャツを着てたから、そう絡まれるっていう、そう、ただのねなんか陽気な絡みだったんだけど、もうあんないかつい人にさ「へいへい」とか言って服引っ張られたらさ、なんかやっちゃったかなと思ってさで、ね、あ、そうで、私がずっと行きたかったアサヒグリルで1食目は食べたんだよね。このお店はオックステールスープが有名なんだけど、ちょっとやっぱり長旅とかで疲れてたり、実はこのピンク色のね T シャツ着てる人、ちょっと体調が悪かったっていうのもあって、謎のねなんか体調不良になっておりました。のでまずはオックステールラーメンを2人でシェアして食べたんだけど、美味しかったね。美味しかった。スープもすごいあっさりで、でパクチーとかが入って、ちょっとエスニックっぽい感じで。見てこのこれね、テール。あと餃子トッピングした。そう。なんかすごいさ、一食目には素晴らしい、そうだね、チョイスだった。疲れてたからさ。要は一日なんかほぼ寝てない状態みたいな感じで、そうね、体調悪くてちょっと飛行機で寝れなかったんだもんね。そうそう、隣で私はもう爆睡したからほぼ時差ボケなしこれは染みたわ、これ一食目だけど結構ハワイで食べた中でベスト3に入るぐらいにはね好き、めっちゃ食べてる、かわいい、って、美味しかったね。もうね、テールもすごい柔らかくて、でさ、すごい脂多そうに見えるけど、食べやすかったよね。嫌な感じじゃなかった。美味しかった。店内もさ、ちょっとこうレトロな感じで、可愛かった。可愛かったね。これ結構初日のご飯におすすめじゃない？みんなおすすめ。疲れてるし、優しいし、優しいし、ほっとする。そう、ご飯食べたらめちゃくちゃ晴れてて、ハワイだった。気持ちよかったね。ちょっと歩いて
そう、目的地のスーパーまで行こうかなということで散歩してます。これね iPhone 14のアクションモードですか。これそうです。すごい動いてもブレないっていう機能があるっていうのを見て、早速ね使ってみて、これなんかもうジンバル持ってったんですかみたいな感じだけどね、うん、だいぶ揺れてるけど、これ本当にアクションモードでいけるんか。ここかな、ここかな、ここかな。ただ血が見えない、見えないけどアファルフェス来ました。てかさ、このさカートすごくない？私さ今回多分初めて見たと思うんだけど、あまりに感動して、ね、カート用のエスカレーターみたいな感じよね、うん、ね、これは感動した、うん、そう、ホールフーズっていうのは無農薬だったり有機栽培のお野菜を扱ってるスーパーで、うん、私昔カナダに留学してたんですけど、その時から好きで、うん、結構行ってるお店だから今回も行きたいなと思って行きました。なんかすごいさ、うん、面白いよね。やっぱそのスーパーって全然違う文化っていうか、うんうん、なんか商品の並べ方も全然違うし、結構向こうはほらこの魚介も、うん、これはこれですごい整然と綺麗に並んでるなと思ったけど、うんうんうん、そのまま ね野菜もそのままドン、うん、やっぱスーパーって楽しいよね、うん、好きなんだよね。面白いと思って、うん、見てるだけで楽しい、楽しい。で、何かを探す私、シリアルをね探してる。日本のような二度見したね。うん。いや、品揃えもすごい。てか、まあ、全てのスケールがちょっと大きかったね。そうだね。これなんか、シーンの、うん、美味しかった。でも、うん、でもなんかいつもはピーチも売ってるみたいなんだけど、うん、今日はピーチ売り切れちゃったって言ってたから、うん、ピーチの方がいいかなって思って、うん、チーズすごいよね。ありすぎじゃない？トムとジェリーの。お買い物が終わって天気が良かったし、ちょっと街の中もせっかくだから歩こうっていうことで引き続きお散歩してます。これはちょっと海の方に向かってるんだっけ、うん、そうそうそう。いや本当にね気持ちよかったな、この風と、うん、暑いんだけどなんかカラッとしてるというか、ね、過ごしやすかったよね、うん、でこの週があの7月4日っていうのがアメリカの独立記念日なんだけど、うん、その祝日の前の週末っていうことでいつもよりもちょっとやっぱりにぎわってるっていうか、本土からの旅行客も多くて、うん、イベントごともたくさんやってて、うんうん、でそういうのも見ようっていうので歩いてみたりとかもしてます。ファーマーズマーケットっていうのが近くでやってるという噂だったのでちょっとそこに向かっているんだけど、うん、ちょっと時間がもうね昼過ぎぐらいだったからお店が残ってるかっていうのがちょっと怪しかったんだよね。で行ったらちょっとねお店が残ってたので、うんうん、暑かったからちょっと冷たいものでも食べようってことで、うん、今いろいろ選んでるんだけど、うん、パイナップルに入ってるジュースとか、それこそパイナップルに入ったアサイボールとか、そうココナッツジュースとか、ね、で悩んだ結果レインボーのかき氷を選んで私たち2人がシェアする分と弟の分2つ買ってるところです、うんうん、大きかった、大きかったね、うん、あと氷がジャリジャリ系で、うんうんうん、でシロップも結構トロピカルだね、なんかココナッツのね風味があって、そうそうそう、南国を感じて、これうちの弟いかつ、いかつでも安心だよね一緒にいると、うん、英語もペラペラだし海外慣れもしてるしね、うん、そう、うん、なんだろう安心感はある、安心感こちらはターゲットですね、うん、スーパーです。はい、今回泊まったお部屋がコンドミニアムタイプだったことや1週間ぐらい滞在するっていうこともあって自分たちで料理できるようにいろいろ食材を買いました。
弟がねめちゃくちゃ美味しいシーザーサラダ作ってくれたりと、うん、充実してたね。チェックインの時間が来たのでホテルに戻ってきました。今回はヒルトンハワイアンビレッジに泊まっています。入室、じゃじゃん。わー何もない。あ、なんか広そう。待って、素敵。これ今感動してるとこですね。そう、すごい私感動してるね。え、海見えるじゃん。なんか最初お部屋からは海が見えないっていう風に聞いてたんだけど、うんうん、めっちゃ見えたの。ここがキッチンで、海外のキッチンっぽくてなんかね興奮したね。こちらが両親が使うマスターベッドルーム。めっちゃいいね。最高です。でほら見て、もう感動しちゃった。毎朝ここで目覚めたいね。でこちらが我々が寝ていた部屋だね、はい、とてもいいお部屋でした、うん、とてもすごい景色良かったね。でこちらが引き出しとなっております。引き出しとなっております。突然のルームツアーでございます。すごい、ね、いい開き具合でした。そうね、スムーズだったね。スムーズだった。大変で、このクローゼットもすごいスムーズに開いた。あ、見てほらスムーズちょっとガタってなってるけどすごい収納いっぱいあって使いやすかったね。うん、うん、こちらが2つある中の私たちが使わせてもらってた、うん、洗面所、うん、お風呂もついてました。そうだね。夕食はアラモナショッピングセンターのフードコートで食べたいものいっぱい買ってきました。で夕食の後はこのハワイアンビレッジ内が結構ね広いから、うん、2人で散策がてら、うん、ちょっとしたデートに行ってきましたね。海辺もすぐ近くだし気持ちよかったね。このホテルの中にいっぱいお店があってね、うん、ここは定番の ABC ストアに、うん、もう ABC ストア何回も行ったね。そうね、なんか何度行っても楽しいよね、うんうん、そうそう、すごいね。ホテルの中だけでも十分楽しめる、ね、楽しめる楽しめる。で毎晩ねこうやってライブやってて、さすがに混じれなかった。そうね、混じれなかったけど子供が混ざったみたいになるこんな感じで初日はね、うん、あっという間に終わったんだけども、うんうん、もうね本当に疲れ切ってたから2人ともね、うん、泥のようにこの日は眠りました。ぐっすりと。はい、おはようございます。ハワイ Vlog 第2弾、今回は2日目と3日目の様子をお送りしていこうかなと思っています。まずはこちら2日目ですね。いやもう本当に気持ちよかった。2日目も天気は最高でしたね。とってもいい天気に恵まれて、うん、いや朝一で2人でちょっとプールサイドに行ってもう散るってから一日が始まるっていう感じで、うん、でこの日はね瑞希ちゃんがちょっと午前中用があったので、うん、別行動だったんだけど、うん、私はね前日の疲れを引きずってて、ね、めちゃくちゃ昼寝してました、うん、でもゆっくり休めてよかったよね、うん、その後回復して。お昼はカリフォルニアロールとガーリックシュリンプを食べました。食べました、ね、でお腹が満たされた後はみんなで街へ繰り出しました。今乗ってるのはピンクラインだね、うん、でそもそもピンクラインって何って思った方もいると思うんですけど、ワイキキの有名な観光スポットを回ってくれるワイキキトロリっていう名前のバスがあって、うん、ピンクライン、レッドライン、ブルーライン、グリーンラインっていうコースがあって、そこから選べてそれぞれね行き先が違うんだよね、うんうん、今回乗っているピンクラインはこのワイキキだったり、うん、アラモアナセンター付近を巡ってくれるコースです、うんうんうん、にしても綺麗、ね、もうハワイだね、これハワイ、ザ・ハワイ、もうザ・ハワイ、うん、でさ、このバスドライバーのガイドも聞きながら景色を満喫できるから、うんうん、めっちゃいいよね。で2階はあの屋根がそうそうそう、まあ、あるけどこうなんだろう、吹き抜け型っていうのかな、うん、ね、すごい気持ちいい、めちゃくちゃ心地よい風で、うん、ちょっと観光した後に母がハッピーアワー行きたいっていうことでね、うん、インターナショナルマーケットプレイスっていうショッピングセンターの中にあるストリップステーキへ行くことにしました。しました、ね、
あのね、やっぱ円安がとんでもないことになってたんで、うん、やっぱハッピーアワーっていうのはすごくね、狙い目、うん、ありがたかったね、ありがたかった、うんうん、乾杯乾杯。私はビールをいただいております。で、私はアイランドティーっていうカクテルを頼んでみました。美味しかったね。うん、美味しかった。これがまずシャレ枝豆。シャレ枝豆だね。うん、風味が良かった。で、次がシャレタルタルバイト。うん。一口おしゃれだった。うん、一口おしゃれだったね。一口おしゃれ。これはタルタル？ビーフの上にタルタルソースが乗ってた、うん、シャレだったね。なんか、うん、タルトみたいな形。うんうんうん、うまく伝わってなさそう。で、これがなんかね、お通しみたいな感じなのかな。サラダ頼んでないのに来た気がして。確かに、うん、サラダ頼んでないのに来た。これはおしゃれタコスです。うん、おしゃタコ。しかもアヒだから、うん、マグロだね。あ、そうそうそう、うん、結構美味しかった。ライムがついてて、うん、これなんかさ、一見さ、あ、パオ、パオ、おしゃパオですね、これ。おしゃパオ、これはおしゃパオですね、うん、もう全てにおいてライムが本当に暑いから合うんです、うん、結構なんかね、うん、味付けも食べやすかった、うん、なんか馴染みのある感じのさ、枝豆しかり、うん、だったね、うん、お腹を満たした後は街をまた散策に行ってみて、素敵な出店があったから一緒に回ってみました。シャチって言ってたけどさ、ね、シャチなのかな。で、これがデュークスレーンっていうスーパーですね、うん、ロコモコとかガーリックシュリンプとかポキのシーズニングが売ってて、うんうん、全種類買いました、うん、お酒も結構充実してて、日本とは違う品揃えでなかなか面白かったね。次の日の朝に食べたいものがあったので、うんうん、今その目的地に向かってます。で、来たのがイアスメっていうハワイのおむすび専門店です、うん、ハワイのヘビーな料理に疲れたら美味しいご飯で胃を休めてほしいっていうね、意味を込めて癒やすね、うん、と名付けられたそうです、うんうん、だから胃が疲れやすい我々にぴったりのお店でした。本当に、うん、スパムおにぎりが ね時計も見ずにね、遊んでたら見事にピンクラインの最終を逃しまして。逃したね。で、まあ、オアフ島の公共バスの、うん、ザバスっていうのでホテルの近くまで帰ることにしたんだけど、うん、本当にぼーっとね待ってたら日本人の方に急に声かけられて、うん、もしかしてピンクバス待ってますか、もう終わってますよってね、うん、教えてもらってね。でもさ、気持ちよすぎて教えてもらわなかったらさ、うん、永遠にあそこで夕涼みしてたよね、うん、多分ね、まだ待ってたと思う。まだ待ってたよねまだ今も待ってたと思う、間違いない。危なかったね、うん。ちなみにザバスの乗車料金は大人3ドルなんだよね、うんうん、で、バスお釣りが出ないからみんな注意してね、注意してね。あー、このね、ハンドサイン絶対ハワイでやらないぞって思ってたのに、もう2日目からやってます。やりまくりだよね、うん、で、面白かったのがこの紐を引っ張っておりますっていうのを伝えるっていうね、うんうんうん、日本だとボタンだけど、そうだね、うん、あと降りる時もタッチして開くっていうのがね、ドアをね、また日本と違ったね、うん、でね、逃しただけじゃなくて、うんうん、降りるところも一個間違えたっていう、そうそうそう、で歩いてます。楽しかった。帰ったらちょうどね、デリバリーした料理が届いたので、うん、遅めの夜ご飯をみんなで食べました。ヒュー、今日の夜はチーズケーキファクトリーです。わー。でさ、基本的にどれも量が多い。多い。2人で1人前で結構満足だったよね。で、そんなこんなで2日目は終了しました。うん、おやすみなさーい。おやすみなさーい。おはようございます。おはようございます。3日目始まりました。で、この日の朝は前日に買ったイアスメのスパムおにぎりと、弟くんが作ってくれたケールのシーザーサラダを食べたね、うん、あのスパムおにぎりはオリジナルの照り焼き味と、上にうなぎが乗っているのと天むすみたいな感じの、ね、うん、スパムのおにぎりバージョンを食べて、うん、どれも美味しかったね。美味しかった、うん、朝ね、このベランダ、らない
おしゃれに言うとラナイ。ラナイで、うん、食べるのがすごい気持ちよくてね、うん、そう、結構毎朝ここで食べてたね、うん、最高だった。本当に気持ちよかった、うん。この日は浜辺を散歩しようということになったので、うん、まずはスターバックスで飲み物を買いに行きました。ここが私のアナザースカイ。日本には売っていないアメリカ限定のピンクドリンクを今回一緒に飲みました。最高の天気、すごい美味しかった、うん、なんかさ、見た目はちょっと甘そうなドピンクなんだけど、うん、結構さっぱりしててね、うん、すごい飲みやすいお味で、うんうんうん、日本でも売ってほしい。うん、本当におすすめですね。気持ちいい、ね、最高だった、うん、ね、ダイヤモンドヘッド見えてきたよ、ね、わあ、いいな、気持ちいい、はあ、ビーチ散歩してます。めちゃくちゃ気持ちいい。我々さ、日本でも毎朝、うん、あの最近はお散歩、うん、少しするようにしてるんだけど、うん、なんか毎朝こんな景色のとこ散歩したいね。そうしたいね、うん、気持ちいいだね。海綺麗だね。本当ね、ビーチにゴミ一つ落ちてないのよ、うん、街にもさ、ゴミ落ちてなかったし、うん、綺麗だったね。すごくみんなね、自然を大事にしてるんだなっていうのがね、うん、分かった、うん、で、この裏道を使ってそのまま中心地へ行くことにしました、うんうん、ちょっとこの道怖かったな。そうだね、ちょっとだけ。で、このさ、座ってる人、うん、何してんのかなと思ったら絵描いてて、うん、めっちゃ上手くて、ね、上手だった。で、この裏道を抜けると急にこのショッピングモールが現れて、うん、ここはワイキキビーチウォーク、ビーチウォーク、うん、すごいね、素敵なね、お店がいっぱいあります、うん、で、そのままちょっと足を伸ばしてロイヤルハワイアンホテルに行きました、うん、ちょっとみんなで朝のコーヒータイムしてます、うん、このさ、建物もさ、ピンクでとっても可愛かったよね。可愛かった、うん、映えてた。よく芸能人とかが泊まるの。あ、この間さ、テレビとかでもやってたよね。やってた、うん、すごい助かったのは、うん、給水スポットがめちゃくちゃある。めっちゃあるね、うん、それありがたかった。みんな水筒持ってたね、うん、これはロイヤルハワイアンホテルの前の海。そう、うん、すごい、もうホテル出たらもうすぐ海だよね。ロケーション抜群、うん。ここでみずきちゃんのね、お母さんの発案で、うん、ワイキキトロリーのグリーンラインに乗ることにしました。急遽ね、デイ1とデイ2で乗ってたピンクラインの別ルートの路線となっております、うん、はい。あ、またやってますね。もうね、3日目ともなると呼吸のようにアロハハンドサインを、ね、うん、調子乗り始めてますね、これは、はい。このグリーンラインっていうのはダイヤモンドヘッド観光コースで、うん、ワイキキ、ダイヤモンドヘッド、カハラモールのあたりを巡回する路線なんだけど、うん、ホノルル動物園とかワイキキ水族館とか、うん、そういった近場のところだったり、うん、ダイヤモンドヘッドのクレーターの内部まで行ってくれて、うん、そういうところに停車するっていうコースですね、うんうん、だいたい1周1時間から1時間10分ぐらいかな。そんな乗ってたっけ。そう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 、あっという間だった。うん、はい。ホテルの近くのバス停で一回降りて休憩タイムを取りました。うん、こうやってさ、ホテルの近くで泊まってくれるのって何気にありがたいよね。ありがたい、うん、うん。ちなみにグリーンラインの外観はこんな感じです。かわいいよね。うん、かわいい。で、後ろに見えてるオレンジがピンクライン。うん、ピンクラインだね。うん、バイバイ。バイバイ。休憩の後は ABC ストアの38号店行きました。うんうんうん、この38号店っていうのは、うん、店内に広いキッチンがあって、うん、こんな感じにデリが充実しているお店だから、うん、お昼を買いに行ったんだよね。うん、
その後もう一個行きたい場所があるって言って、うん、アイスを買いに行ったんだよね。そうそうそう、高橋果実店っていうところ。そうです、うん、日系の方がやってるお店なんだよねきっと。多分ね、日本語も書いてあったし、うべ、ん、味と紫芋か、うん、のアイスを買いました。美味しかったね。美味しかった、濃厚で、うん、ホテルに戻ってます。ちなみに ABC ストアではラップ、うん、ラップサンドラップサンドとピザとチキンウィングを買いました。買いました。これなんか帰り道にあったハートの木、うん、え、すごくない？なんかご利益あんのかな、みんな落書きしてた ね。ありそうありそう。なんかハートだ、かわいい。ちなみにヒルトンハワイアンビレッジはワイキキの北西側にあるから、うん、中心地からねちょっとだけ離れているので、うん、注意してください。だいたい10分ぐらいかな。でお昼はビーチサイドで食べようということになって、うん、今ドリンクを購入しているところです。手前にあるのが私が頼んだフルーツポンチなんだけど、うん、その後でね並んでる人が、うん、何それ美味しそうって聞かれて、うん、フルーツポンチだよって、うん、お酒入ってるのって言われて、うん、入ってないって言ったら残念がってた、うんうん、確かにお酒っぽいね、聞かれてる、うん、いやこれね本当にね美味しかったの。そう、なんかすごいピザとかもさその場で焼いてくれたんだけど、うん、美味しかったね全部。あとチキンウィングがあの、うん、ソルトビネガーチキンウィングっていうので、うん、すごい味付けも美味しかった、ね、美味しかった、最高だったね、うん、この日の昼。これもすでに割と遅めのお昼で4時ぐらいだった。この時ももしかしたらそうかもしれない。ヒルトンハワイアンビレッジの中に4つぐらいプールがあるんだよね。うん、そうなのでいろいろ回って、そうそうそう、これも人工の海っていうのかな、うん、ラグーンで、うんうん、子供だったらさ、まあ、大人ももちろんだけどさ最高だよね。最高だよ、もうふやけるまで泳いだと思った。なんかこの 水中何、水を走れる車みたいな、うんうん、自転車みたいなちょっと乗ってみたかった。次回は乗ろう。うん、あ気持ちいい。もう気持ちよくなっちゃった、うん、もうこの動画見てるだけで。そう、いいね。サンセットが見れるのか見れないのかどっちなんだい。ここさスポットなのか分かんないけど、うん、みんななんかカップルフォトみたいに撮ってなかった。撮ってた。我々もちょっと写真撮ろうってことでいろいろ撮ってたんだけど、うん、海をバックに水木ちゃんの写真を何枚か撮ってて、うんうん、で結構ね波も強かったんだよね、うん、でその時にね奇跡の一枚が撮れたのでどうぞご覧ください。はい、そして夜ご飯を食べてお洗濯をしてこの日も泥のように眠りました。毎日充実だね本当に、うん。次の動画は Day 4と Day 5をお届けするんですけど、うん、オアフ島一周のドライブと、うん、ポリネシアンカルチャーセンターに行った時の動画をお届けします。おはようございます。今回はハワイ Vlog 第3弾、はい、Day 4の朝です。 4! この日はオアフ島一周ドライブをしようということで、うん、これはね朝ごはんにベーコン焼いてます。とんでもない油だった ね。でもカリッカリで美味しかったよね。美味しかった、すごい美味しかった、うん、お願いしてたね日系のドライバーさんにピックアップに来てもらって、うん、朝9時にホテルを出発しました、はい、今向かっているのはハローナ潮吹岩展望台です。ここは潮吹岩が有名で数千年かけて冷え固まった溶岩にできた穴に海水が溜まって岩の割れ目から潮が吹き上がるんだけど、うん、すごかったね迫力満点で。迫力満点だ、見てくださいこれこれ、すごかった。場所が変わって今はマカプ岬ですね、うんうん、ここも綺麗だったよね。綺麗だった、うん、海が青いの青いの。ここの上にマカプー灯台っていうところがあって向かうまでのね道がハイキングできるみたいなので、うんうん、いつか行ってみたいなって思いつつ、うんうんうん、子供がいても登れるような簡単なハイキングコースらしいです、うん、へー、うん、
この日もね天気が本当良くてめちゃくちゃ良かったね。もう、うん、最高のドライブ日和だったね、うん、ずっとオーシャンビュー、うん、ハワイアンミュージックをね、うん、流してくれてて、うん、気持ちよかった、うん、カエルワっていう地区にあるホールフーズにもせっかくなので寄ってみました。でさ、うん、デイワン、うん、でもホールフーズ行ってるんだけど、うん、やっぱり地域が違うとさイメージも変わるよね、うんうん、そうだね、うん、いやースーパーやっぱ大好きだわ。ここもとっても広かったです、うん、すごい広かった、うん、いろいろお菓子もね物色してます、うん、これなポップコーンか、うん、アイスも物色中。アイスもね全部大きくてちょうどいいサイズがないのよ。そうね、つまみたかったんだけどはい、おなじみのトートバッグですね、うん、今はカエルアビーチパークに向かっています、うん、いや道中素敵な家がたくさんよ本当に、うん、売り出し中のところ不動産屋さんのホームページ見て値段見てみたらびっくり仰天、もうとんでもない額でした、うん、着いたのがカエルアビーチパークです、yeah. このカエルアビーチっていうのは、うん、全米トップ10のビーチに選ばれたこともあって、うん、ワイキキビーチに比べてね人も少ないし、うん、海水の透明度がほら高くて、うん、めちゃくちゃ綺麗な海が楽しめると人気です。いや本当に綺麗だった、うんうん、でここではちょっとあ私のアナザースカイやってますね。これみずきちゃんのハワイ大学の T シャツ、はい、買って早速着てます。着させていただいてます、ね、ここ綺麗だったからサンダル脱いで、うん、気持ちよかった。ちょっとピチャリました。ピチャリました。チャプリました。チャプリました。うん、気持ちよかった、うん、気持ちいい。そろそろお昼の時間だねということで、うん、お昼ご飯を買いに行っています。いやで今日のお昼はドルルルルルルパン闇フリフリチキンえフリフリチキンっていうのはこの辺りで有名なやつ。そうノースショア、うん、北部の方で人気の食べ物ですね、うん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 、これがフリフリチキンっていうもの、うん、フリっていうのがハワイ語で返すとか回すっていう意味らしくて、うんうん、なんかこうやって回しながら焼くからフリフリチキンなのかな、うん、照り焼きのねソース、うん、甘みのソースを使うのが一般的らしいですか、うん、テイクアウトしようってことでね、うん、弟くんが基本的に注文系全部お任せしちゃったね。流暢な英語でありがとうございます。せっかくなのでお店の近くにあるクアロアリージョナルパークでピクニックをすることにしました。これ、ね、美味しかったね、うん、2人で1個分けたんだけどすごい美味しかった、うん、今食べてた場所がクアロアランチっていう牧場の向かいにある公園なんだけど、この日が7月4日の独立記念日だったっていうこともあって、うん、お休みだからね現地のファミリーとかグループがすごい賑わってて、うん、みんなバーベキューとかして楽しそうだったね。ね楽しそうだった、うん、今向かっているのがサンセットビーチパークです。いろんなパークに行くね。うん本当に綺麗なさ海があるからさ、うん、綺麗なところ。お綺麗よこれ。これねすごいね、うん、100点の映像だよね。この走り方も完璧よ。ちょっと運動神経悪いのがバレるねでここめちゃくちゃ気に入ったんだけど、うん、この世界的に有名なの終わりました。よっよっで今のところが世界的にも有名なサーフポイント、うん、で冬になるともう世界レベルのサーフィン大会が開催され、うん、されるらしいんだけど、うん、夏は割と波が穏やかでね、うんうん、私たちが行った時は平和だったね、うんうん、この辺りは車が多くて、うん、ハワイ移住歴50年以上のドライバーさんもこんなのはね見たことないって言ってたね、うんうん、
っていうのもなんかその独立記念日の花火をこの日の夜やるっていう話だったんだけど、うん、ワイキキの方はコロナで中止だったんだけど、うん、ノースショーではやるっていうことだったので場所取りをしてる人がいっぱいあったみたいです、うん、ハレイワに着きましたね、うん、ここは古き良きハワイを彷彿とさせてくれて、うん、ノスタルジックな街並みが人気の観光地です、うん、可愛かったガーリックシュリンプフリフリチキンシェーブアイスっていうのがね有名で、うん、実は父が松本シェーブアイス楽しみにしてたんだけど、うん、やっぱり人が多くて多くて、うん、今回はこのハレイワ自体ちょっとストーリーしちゃったんだけど松本シェーブアイスっていうのは有名なの、うん、あそうそうそうなんかねお店で手作りしているシロップのフレーバーが39種類くらいあって、うん、9種類、うん、9種類あって、うん、でこのかき氷の上に自分で好きなの3種類選べてすごく美味しいのよ、うんうん、今度行きたいね行きましょうドライブの最後の目的地はドールプランテーションですドールってもしかしてただあのドールですねあのドールです、うん、で敷地内にパイナップルガーデンとか、うん、鯉のいる池もあって自由に散策できるから楽しかったね、うん、楽しかった、うん、どうね見てこんな感じなのなんか色がそれから黄色くなってくるねわーわーこんな感じなの、ね、ただ東京のみんな東京のみんな聞こえるドールのパイナップルを使ったソフトクリームもおすすめです、うん、みんな買ってたねうんでもさボリュームたっぷりだったよね、うん、またこれも2人で1つ食べました一番ちっちゃいサイズレギュラーこれがレギュラー、うん、めっちゃ大きかった、うん、食べかけ美味しかったなこれでこのドールプランテーションは入場料も駐車場も無料だから、うん、例えばノースショアからワイキキに帰る時の休憩だったり、うん、そのポイントとしておすすめです前にラブラブカップルが映ってたけどお父さんとお母さんどうはい帰り道ですね、うん、すごい素敵なスポットいっぱい回れてよかったよかったよかった結局ね9時から4時半ぐらいまでぐるーっと回ってたんだけど、うん、あっという間だったよね、うんうん、実は最初は弟に運転してもらおうっていう計画だったんだけどその祝日っていうこともあってね、うん、直前にドライバーさんお願いしたんだけど結果大正解だったね、うん、そうね多分疲れちゃうしね、うん、そうねよかったよかった、うん、ワイキキに戻ってきた後は2人でねお散歩に出かけました、うんこの時間帯はまだハッピーアワーがやってる時間なので、うん、気になってるお店があったからそこに向かっています向かっていますここ気持ちよかったよね気持ちよかった、うん、海辺にね向かって歩いてるんだけどチャットハウスはいここですね気になってたお店です、うん、でこれがハッピーアワーのメニューかな、うん私はね一番下の外帯を頼みました私はハワイアンビールを頼んでますいや外帯めちゃくちゃ美味しかったうん、うん、美味しいすごい美味しいあ美味しそうなんか来たね食べ物、ね、いただきます全然ちっちゃくないじゃん、うん、美味しそうあいいねカラマリ、イカリングのフライみたいな、うんうん、とあとクラブケーキっていうのはカニのコロッケみたいな感じだったね、うん、食べましたお皿がかわいい、ね、お魚なんか日本っぽいね、カラマリ大好きおいしいよこっちはクラブケーキポスターが下にあるね下にあったんだねこれケチャップかなケチャップじゃなさそうじゃないなんかちょっとさ、ね、おサルササルサうんどううんトマトケチャップじゃないなんか
サルサミある、なんかちょっとピリッとした。あ、美味しい。こんな食べれるのかな。行くと、ね、持って帰って。本当に。おつまみの量として多くて、本当最初ね、このクラブケーキもサイズどのぐらいか聞いたら、うん、全然小さいから一人一個でもいいかもみたいに言われて、とりあえず一個頼んでみるねって言ったら結構大きくて、うん、そうそうそう、絡まりもめちゃくちゃ量が多くて、うん、結局お持ち帰りしたんだけどね、うん、クラブケーキでさ、これさ、生姜、紅生姜とネギが添えられてたね、どうなのかなと思ったらめちゃめちゃあって、うん、美味しかった。最高だったね。なんかちょっと二人でデートできた時間だったね、うんうん、この時。楽しかった。二人でハッピーアワーを楽しんだ後は、一旦ホテルに戻って休憩をして、うん、その後はね、祝日の雰囲気を味わうために弟と三人で中心地へ行きました。はい。独立記念日のイベントいろいろやってるかなと思ったけど、うん、ちょこちょこライブの音が聞こえるぐらいで、うん、そこまで大騒ぎにはなってなかったね。そうだね。ロスドレスフォーレスへ行きました。いや。で、このお店はファッション系のアウトレットストアなんだけど、うん、デパートとかで売っている商品の、うん、なんか在庫が発生しちゃったものだったり、うん、シーズン落ちしたものが 20% から 60% オフで、ディスカウント販売してるから、うんうん、せっかくなら立ち寄りたい場所だね。で、もう一店舗、ノードストロームラックっていうお店も同じような高級デパートのアウトレット店あるんだけど、うん、そこは祝日だったからいつまでも早く閉店してしまって、うん、今回は行けませんでした、うん、はい。で、この日のもう一つのお目当てはワイキキにあるローソンにはカメハメハベーカリーっていう、ちょっとだけ中心地から離れたところにあるお店の、うんうん、マラサダが買えるということで、マラサダ行ってみました。この日もどんどん眠りました。どんどん、うん、そう、マラサダは明日の朝食べる。おやすみ。おはようございます。今回はハワイ Vlog 最終回、まずは Day5 の様子からお送りします。この日の朝ごはんは前日ワイキキのローソンで買ったカメハメハベーカリーのマラサダです。ゆっくりご飯を食べた後はポリネシアカルチャーセンターへ。このポリネシアカルチャーセンターはオアフ島の北西部にあるテーマパークなんだけど、うん、ハワイを含むポリネシア文化圏にある7つの島の文化や伝統を体験できる場所です。で、この7つの島っていうのはハワイ、トンガ、タヒチ、ニュージーランド、サモア、フィジー、イースター島、はい、です。ここテストに出ます。出ます。開園時間は午後12時から9時までなので、時間が来るまではフキラウマーケットプレイスにあるフードトラックで軽くお昼ご飯を食べることにしました。うん、食べてばっかり。本当だね。私たちはチポトレシュリンプっていうメキシコ料理を頼んだから、うんうん、まあ、全然ハワイは関係ないんだけどね、うんうん、なんかジュース買ってますね、これ。これね、ジャリトスっていうメキシコの炭酸飲料を買いました、うんうん。あ、ちなみにこの日2人ともアロハ着てますね。アロハ着てます。ファンタ、ファンタ結構辛かった。辛かったね。で、これが弟くんが頼んだデザートなんだけど、ヌッテラっていうあのチョコの、うんうんうん、チョコソースとピーナッツバターの入ったとんでもなく甘いクレープです。うちの母がちょっと足があまり良くないので、うん、電動車椅子をレンタルしたんだけど、うん、それを私が試乗しているシーンですね。試乗する必要ないんだけどね。あるよ、危なかったら大変だからね。ここはウクレレファクトリー&エクスペリエンスっていうコーナーで、ウクレレの製造工程が学べるところです。で、やっと園内に入りましたね。うん、にしてもさ、ポリネシアカルチャーセンター、うん、めちゃくちゃ広くなかった。広い、うん、なんか調べたところによると東京ドーム3個分の広さがあるみたい、うん、うんうんうん。いろんなショーだったり、うん、体験をやってるから、うん、可能であればツアーに入るのがおすすめかなって思います、うんうんうん、7つの島のそれぞれのエリアがあるんだよね。うんうんうん。で、そろそろショーが始まるよとか、次ここで体験イベントがあるよとか教えてくれたし、うん、効率的に回れたので、うん、ツアー良かったね、うん、フラダンス見たり、
あの昔のお家に入ったり、うん、ポイを試食したりとなかなか興味深かったよね。うん、興味深かった。興味深かった、うん、これはフラダンスレッスンをしている様子で、うん、すごい真剣に受けてます。私真ん中の人腰の動き大変良いですね。だってフラダンスって腰が大事でしょ。そうよ。で伝統的なこういったやり投げのゲームで遊んだりとか、うんうん、すごい楽しかったよね。楽しかった、うん、でこれからカヌーに乗ります。カヌーでさ、ちょっと脱線するんだけど、うん、私たち今回送迎バスを使ってここまで来たんだけどさ、うん、本当にハワイの車内だったり室内って寒いのよ、うん、寒い。なので上着を皆さん絶対に忘れずに、うん、本当持ってってよかったよね。うん、なんかゼロ重なのよ、うん、これはおなじみのハカ、めちゃくちゃ迫力あったね、うん、こんなんねやられたらもう戦意喪失しますよ。ビビっちゃうね。勝てる気しないよこんなん。かっこよかったね、すごい。最後は迫力満点のイブニングショー、うん、1時間半ぐらいかなあって、すごい大満足の一日でしたね。おはようございます。おはようございます。この日は朝からマノアファーマーズマーケットへ。マノアっていうのはホノルルの東側にある緑の山々に囲まれたとても美しい町なんだけど、マノアマーケットプレイスっていうショッピングモールで、火曜日、木曜日、日曜日の朝6時から午後2時までファーマーズマーケットが開催されているということで、みんなで行ってみました。でね、実は今回の旅、私がツアーコンダクター的な役割をしていたんだけど、うん、めちゃくちゃ爪が甘くてさ、そんなことないよそんなことないよ。このマーケットプレイス自体が今工事中でさ、もともとここのファーマーズマーケット小規模らしいんだけど、うん、もうより縮小されてて、うん、なんなら3店舗ぐらいしかやってなくてさそう、ここで朝ごはん食べたいって考えてたんだけど、うん、もう全くそういう感じじゃなくて、生の野菜しか売ってなかった。そうね、ちょっと朝ごはんが食べれなそうだったので、うん、敷地内にあったマクドナルドで朝食をね食べることにしました、うん、やった。ハワイのマック行きたいねって日本でもね2人で話してたんだけど、うん、他にもね食べたいものが多すぎてどうしても優先順位が低くなってたんだけど、まさかのここでマックチャンス、イエイ、買えました。私はソーセージマックマフィン大好きなので頼みました、うん、はい。どう、味は美味しい、一緒。これね、頑張って日本との違いを探してるんだけど、うん、正直同じだった。同じだった。あの、同じように美味しかった。パンがこんがりしてるね。うん。みずきちゃんはちょっと日本にはないやつをね。そう。なんかビスケット、うん、美味しかった。サクサクで、私、普段のやつよりも好きかも。日本でも売ってほしいなって。ご飯の後は、マノアマーケットプレイスへ。来ました、うん、このセーフウェイっていうスーパーに行ったり、うん、ロングスドラッグっていう薬局に行ったりと、うん、まあまあローカルな雰囲気味わえて楽しかったよね、うん、そう、母も結構観光地ももちろん行きたかったけど、うん、なんか現地っぽいロコな感じを味わえて喜んでたね、うんうんうん、そう、本来はなんかこの辺りでファーマーズマーケットやってるらしいんだけど、うん、この向かい側がもうこの右奥とか工事してたのが影響してるのか分かんないんだけど、うん、そうそうそう、やってなくて残念でした。もう緑が多くて本当に雨の多い地域ではあるから、うん、一年中割とシャワーみたいな感じで雨降ってるんだけど、うん、降っては止んで降っては止んでだったもんね、うん、すごい虹が見えやすいスポットらしいです、うん、でここはですね、この日の一番のお目当てはオフザフックポケマーケットです、うん、イエーイ。母が見つけてくれたお店なんだけど、うん、毎朝ホノルルの魚市場でマグロ仕入れてるらしくて、うん、冷凍とかしてない、うん、新鮮なポケが食べれるっていうのを聞いてね、めっちゃ楽しみにしてて、うん、だからその日曜日っていうのは市場がお休みらしいから、うん、お店もお休みなので注意してね、注意してね。ドン・キホーテに向かってます。ドン・キホーテに向かってます。今回学んだのはさ、
人数が多いと Uber での移動が割安っていうことだね。うん、今 Uber で移動中です。移動中です。あ、ドンキホーテに着きましたね。ドンキホーテに着きました。ドンキの中は撮影禁止だったので割愛します。はい。ホテルに戻っておのおののお気に入りスポットでポケタイムをしています。ポケタイム、ポケタイムで、私たちはコールドジンジャーアヒとスパイシーアヒを頼みました。うん。でサイズが2種類あってミニとレギュラーから選べます。うん。で今食べてるのはレギュラーサイズかな。うん、そうです。でお米の種類も、うん、まあ、3種類から選べて、うん、白米、玄米、酢飯、うん、あとグリーンサラダも選べて、緑色のは酢飯ですね。うん、プラス1ドル追加すると酢飯に変えることができます。うん、すっごい美味しかった。本当になんかもう一番美味しかったって言っても過言ではないぐらい美味しかったよね。うんうん。でコールドジンジャーアヒが一番人気、うん、らしくて、うん、すりおろしたジンジャーと細かくカットした万能ネギの、ね、うん、薬味がたっぷり入ってて、うん、マグロとの相性抜群よね。うん、美味しくないわけがないよ。でフレッシュだしね、うん、食感もすごく良かった。うん、はい、ここで突然のビールコレクションですね。ホテルで飲んだ地元のビールです。はい。食事が終わったら、うん、念願だったプールへ行きました。やったー。あのね、今回はプール2種類違う3種類行って、うん、海も行って、うん、大満喫大満喫。もうね、プールに入りたくて入りたくて。そうなの。もうずっとささやいてたよね、プールプール行きたい。私ツアーコンダクターがみんなの意見を聞いてね、いろいろ練ってる間もプールって囁かれてたんですよ。うん、最後は私たちが泊まっているグランドアイランダーという建物の中にあるプールで遊びました。うん、プールサイドで黄昏れたりね、ジャグジーに入ったりと、うん、まったりと楽しんだね。いい時間でした。うん、すごく気持ちよかった。たっぷり遊んだ後は、うん、2人でホテルの近くを散策することにしました。ここはね、ヒルトンハワイアンビレッジからほんと歩いて3分ぐらいで行ける激アツのお土産ショップだね。うん。その次はフードパントリーという、ここも歩いて10分ぐらいかな、うん、にあるスーパーに向かっています。うん、で、なんで来たかというと、うん、自分たちのお土産のお菓子を買い、イエス来ました。もうね、お菓子のためにトランク開けてきたから。それね、うん、可愛いお菓子がいっぱいあった。うん、なんかハワイのお菓子って書いてあったからね。うん、これの味違い買ってみました。うん、パーティーに持ってたら喜んでくれたね。うんうん、でさ、デリもすごい充実してたから、うん、次回もしね、泊まることがあったらまたここ来てみたいなっていうふうに思いました。うん、買い物の後はワイキキビーチの近くでフラダンスショーを見ていた家族に交流をしました。いい。でね、プールで遊んで疲れた恋人はおやつタイムです。これなんだっけな、焼き鳥、焼き鳥だったと思う。しっかり焼かれた焼き鳥。うん、なんかね、ソースを自由にかけていいよみたいな感じだったんだけど、うんうん、ソースの名前がバーベキューしか書いてなくて、ちょっと恐る恐るかけているところです。うん、ちょっとひよったかけ方ですね、これは。ちょちょりちょりちょり。最終日の夜だからとにかく食べたいものを買いまくる感じだったんだけど、うん、ちょっと買いすぎじゃないかなって私は一人で心配してた。そうなの、我が家さ、結構みんなね、欲望に正直なタイプだから、うん、食べきれる、うん、このお肉も全種類ちょっとずつ買って、うんうん、結構ピリ辛で美味しかったよね。美味しかったな、肉って感じで美味しかった。で、私はコノーズっていうところのカイルアポークを買いに来ました。うん、美味しかったね、ホロホロで。うん、
ハワイ大学の T シャツ似合ってますね。ありがとうございます。で、ちょっとだけパッキングをして、次の日に備えて眠りました。おはようございます。おはようございます。ハワイ最後の朝です。デイ7だね。この日は午前中の便だったので、パッキングした後はすぐに空港へ向かいました。うん、ハワイの空港レトロだった。うん、でね、このピンクのバッグ。赤ね。赤のバッグ。お菓子でいっぱいです。そう。内緒だよ。内緒だよ。いや、天気良かったね。良かった。うん。結構時間に余裕があったのでラウンジでコーヒーをいただいております、うん、私はコーヒーが飲めないのでジュースです、うん、飛行機に乗る前にちょっと腹ごしらえでもするかっていうことでフードコートに向かいました、うんうん、また食べて私はヨーグルトとバナナだったんだけどこちらのピンクの T シャツの方バーガーキングですあのね、ケチャップとマスタードが、うん、あのすごい入ってて、うん、溺れそうだった。で、間もなく登場です。で、なんと我々の搭乗口の近くにポケモンジェットがね、ありましたね。え、もしかしてポケモンジェットじゃないの？ってね、喜んでよくよく見たら隣だったの。そうなの、隣のね。うん、飛行機で残念残念うちちもね何気に喜んでたんだけど、うん、写真とか撮ってねそうごめん違ったって、うん、かわいいねかわいかったね、うん、でちょっとだけね飛行機の出発が遅れたものの大きなトラブルもなく、うん、無事出発だね、うん、いや本当に楽しかったどうでし た, した今回の旅はいや1週間もね海外旅行に行くっていうのは人生で初めてだったんだけど、うん、ほんとあっという間だったしなんかでもやっぱ7日間あるからこその贅沢な過ごし方をできた気がして、うんうん、本当にね家族の皆さんに感謝いや一緒に行けてよかったまた行けたらいいね、うん、一緒にまた行きたいな、うん、本当に素敵な旅になりました、うん、皆さん Vlog にお付き合いいただきありがとうございますマハロー、マハローよかったらチャンネル登録だったりねコメントしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです嬉しいな、うん、もうハワイのあでもモーニングルーティーンがあるんだよそうだモーニングルーティーンもちょっと撮ってみたので、うんうん、ハワイのモーニングルーティーンってどういうことだよって感じだったルーティーンないだろみたいな調子乗ってんだ調子乗ってるんだよみんな、うん、冷やかしに来てくださいはいそれではまた